はご立派社会貢献が。さあ始まりました、プラジ TV 新潟ポンデリングのお時間です。先週のお客様、新潟大学の福田一輝さんからのご紹介で、本日のゲストはこの方です。はい、新潟大学教育学部学習社会ネットワーク課で、4年の、戸田良平と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではね、前回の福田一輝さんからのご紹介っていうことなんですけど、はい、2人はどういう関係で？そうですね、サークルの先輩後輩という感じですね、うん、ジョイフリー。ジョイフリーです。あの図書館の、はい、図書館ので先輩っつうと、じゃあ福田君とかに指示を出す方の、もうこういうことですね。バンバン指示出していないと思います。出してないです。出してないね。はい、出せないですね。いやでも結構いろいろやってったよね。俺昨日じゃねえ、はい、昨日か動画で見てたんですけどね、あの福田君の回とか、俺って、はい、イベントとかいろいろやってますとかって言ってたけどさ、はい、大学生向けのイベントだけなのか、なんかこう、はい、地域の人も参加できるのかな、そういうあそこの図書館でやるイベントっていうのは。そうですね、地域の方も参加できるイベントもあったり、うん、私たちの方で学生向けっていうふうに決めて、学生に向けてのイベントっていうのも両方あると思いますね。はい、いやなんかすっげえ広いじゃんそこ。そうです ね、いいですよね。あそこなんか使ったらいろいろできそうだなって俺昨日なんか面白いこと考えちゃったね。まあまあそれはいいんだけどさ、でこんな感じでちょっとやらせていただきます。あ、申し遅れました。私、今回初 MC 務めさせていただきます、地元住民うちの町の大竹徳太郎と申します。よろしくお願いします。あ、いやいやいい。うん、なんかたまたまねプラジ TV に遊びに来てたら MC やるみたいな感じで、今回出演するってことになったんで、お互い初めて同士でね、MC 初めてだし、ね、出演初めてだし、ちょっとね軽い気持ちで行きましょう。よろしくお願いします。お願いします。手柔らかに、お手柔らかに、こちらこそお手柔らかにお願いします。よろしくお願いします。ってわけなんですけれど、戸田くん、はい、学習社会ネットワーク課、はい、これは何を？そうですよね、名前からして何をやってるのかっていう、うん、そうそう、教育学部ですね。入って何やってんだろうっていうところちょっとあるんですけど、うん、まあ簡単に説明すると障害学習だったりとか、うんうんうん、あとは社会教育ですね。障害学習っていうのは、はい、障害かけ一生涯、ね、一生涯の障害学習、まあその何ですかね、自分で目的意識を持って学習しようみたいな感じのことですね。きっとそうだと思ってます。それはなんか子供たちっていうよりも全ての、まあ、大学生、はい、学生に向けてもそういうなんか勉強するみたいな。そうですね、生涯なので、うん、まあ、幼児教育だったり、うん、学校教育もそうですし、うん、まあ、大学とかの高等教育もそうですし、うん、あとは社会に出てからのいろんな公民館での講座だとか、うん、あとはまあ職業教育だとか、そういった全てのことについて学んでるって感じですね。なんか前回ね福田くんからこう、はい、戸田くんの説明の時に、はい、なんか韓国に1年間留学していた。あ、そうですね、うん、そういう話聞いたんだけど、はい、それはどう？そうですね、今帰ってきた、最近帰ってきた。3月ですね。3月、去年の3月に帰ってきました。あ、こちらですかね。ここに出てるやつですね、はい、これは何の写真でしょうか？これはですね、これ写真は僕韓国行って、はい、まあ、普通の人たちと一緒に勉強をずっとしてても面白くないなと思って、うん、いろんな経験してみたいと思って、うん、自分からですね、ワークショップだとか学外のフォーラムだとかに参加してて、その時の全体で撮った写真ですね。みんな韓国人なんですけど。
ど、僕だけ日本人で、へあとは何ですか、活動家の方だったり学者の方だったりとか。海、これそうですね、海一泊二日で、うん、海沿いのコテージみたいなところで、うん、撮ったんですけど。何をやってたの、そのワークショップ。その時はですね、まあ海でバーベキューとかしたりはしたんですけど、うん、そのまあちゃんとした内容としては、あの日本じゃないな、海外にいる韓国人のその人権みたいな、うん、そういった話についてこう報告し合ったりとか、あの私はこういうことしてるみたいなのを、皆さん活動家の方なので、はい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 、実際どうなの、韓国のその人権って。いや、そうですね、いや、どうなんでしょうね、あのまあでもこういった活動家の方々はやっぱりその海外にいる韓国人の方々のことすごい考えてらっしゃって、うんうんうん、まあこうもっとこうした方がいいとか、そういう話は出てきたりしてますね。今じゃあ日本に来てる韓国人とかで、はい、こうまあこういうのがちょっと問題みたいなのって今韓国では上がってるの？いや、大々的には特に上がってないですね。普通に生活してて、うん、やっぱりなんか抱える問題みたいなのが、うん、あのやっぱ日本に戦争の時日本に、はいはいはい、韓国人の方たちいっぱい来て、その人たちの2世3世とか、うん、4世とか、今4世ぐらいなんですけど、4世5世ぐらいなんですけど、なんかもう韓国人として見てもらえないみたいな。もう日本にずっといるから、うん、で日本で生まれてるし、うん、韓国人同士で結婚してても、うん、まあ韓国人に見てもらえないみたいな問題だとか、でも自分は韓国人だと思ってるみたいな、日本で生まれた韓国人だみたいな、で、そのなんですか、アイデンティティの問題みたいなとか、そういった問題とかも結構ここでは話し合ったりしましたね。へ、日本に対してっていうのもあるだろうし、なんか、うん、いろんなところにあるんじゃないですかね。なんかどこに怒りをぶつけていいか分かんない人みたいなのがいるんじゃないですかね、きっと人様とか。あ、日本人もね、俺もだからそういう全然社会で学ぶこと、社会の時間ね、小学校の時の、はい、全然なんかスンって飛ばされるじゃん、そこら辺のことって。あ、そうですね。何年に何々があった、何年に何々があった、はい、ここ覚えろぐらいで、はい、だけ。実際こう分からないんだよね、韓国の人はそういうことはしっかりなんか勉強してるみたいだから、こう あるけれど、日本人ってそういうの全然勉強してないじゃん。そうですね、日本について自分たちが何してきたかとかさ、はい、うん、だからまあ俺がこう偉そうに言うのもなんだけど、何なんだろうね、そういう、やっぱだこういう考え持ってるやつがいるから、何なんだよ日本人みたいな、なってくるのかな。そうなのかもしれないですね。お、これは何の写真かな。これはあの語学留学で行ったので、うん、あの授業の発表ですね、発表のところですね、はい。じゃあこれは何を今発表してるところなの。これ僕あの競馬が好きでして、競馬、あの韓国語で競馬について、うんうん、あの発表しているところですね。競馬について韓国語で発表するんだ、はい、競馬について。え、じゃあこれさ1とか2とか書いてあるじゃん、これって何、はい、て読む、どうせだから韓国語で読んでみる。そうですね、1番、1がキョンマエヨクサーですね。キョンマエヨクサー。ヨクサー。歴史ですね。歴史。競馬の歴史。おうおうおう。で、まあキョンマエテハン、基本知、基本知識ってことで、基本知識ですね。基本知識。あとは3番。3番。あ、キョンマエメリョギ、あ、キョンマエメリョ。メリョ。魅力ですね。魅力。と、あとメリュウンジェジョンってことで4番、問題点ですね。問題点、ウンジェジョン。で5番は、まあ、まとめ、はいはい、最後のまとめです。そうなってます。こういう構成で、はい、発表しました。
じゃあ何、競馬のウンジェジョン、ウンジェジョンって何、ウンジェジョン、ウンジェジョンは、まあ、やっぱ賭博なんで、うん、賭博要素があるので、うん、あのお金を使いすぎちゃうとか、あとはそうですね、そういうこと書いてあったと思うんですけどね。じゃあ逆に言うと、その競馬の目順、目順、目順、目力、目力、魅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 力はそうですね、やっぱり血統を重視するんで、うん、あの自分が見てた馬で好きだった強い馬の子供が次3年後4年後に出てきたりとか、引退して3年後4年後でその子供の血統を見て、ああの時の子供だみたいな、あの時のあの馬の子供だみたいな、分かるもんなんだ。じゃあ僕まだあんま始めてそんなに経ってないので、その境地には達してないんですけど、うん、あのそういうのが多分魅力なんじゃないかな、ずっと続けちゃうっていう意味、魅力なんじゃないですか、ね、あ、この馬の走りは何々の何々みたいだみたいな、あ、なんかそういうのあるみたいですよ。あるんだ。なんか、はい、なんか分かる人には分かるそうなんですけど、僕はちょっとまだそこの目量までは俺まだ達せないな絶対、うん、お、今度はこれは何でしょうか。はい、僕韓国でそのあの結構ですね、戦争とか、うん、あの何ですか、戦争、戦争博物館だとかそういうところに興味あったりとかして、うん、でこれドクトチェホンガンっていうところなんですけど、ドクトチェホンガン、はい、あの竹島体験館っていう日本だと、はい、やっぱりあの日本だと竹島のことってあんまりやらないじゃないですか。そうだね、はい、テレビでニュースで、まあ、ちょっとやるぐらい、はい、でやっぱり韓国の人っていうのはその竹島を大事にしているっていうことがあったので、そこにちょっと興味があって、うん、あのまあ、日本ではあんま報道しないけど、韓国では竹島についてどう報道してんだろうとかも興味あったりだとか、はい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 、同じ、あと学んでこういう、ね、はい、体験感があったっていうことで、あの興味を持ってちょっと行ってみたっていうことですね。中行ってみたら、まあ、どういう感じだったんですか。体験感って何、そうです、ね、体験感ってことで、うん、なんか 4D アトラクションみたいなのがあって、 4D? まあ普通にあの歴史のちゃんとした歴史がバーって書いてあるところもあるんですけど、はいはいはい、あの 4D 体験感、 4D アトラクションみたいなのがあって、 4D アトラクションなんですか、鳥になって鳥になってあの竹島をこう見れるみたいな、こうでなんか水とか吊るされて、水とか飛んできたりとか、ちょっとここに装置みたいなのがあって水がパッて飛んできたりとかの 4D ですね、こう鳥になって竹島をこう回るみたいな体験できるっていうアトラクションに乗りました。なるほどね、鳥になって竹島、はい、気持ちよかったですか。そうですね、なんかガタガタして、あ、これ本当に鳥なのかなみたいなのがちょっとあったりしたんですけど鳥になって見た竹島はどんな雰囲気を感じましたか、見てて。そうですね、なんかなんて言うんですかね、あの普通に島だなっていうふうに思いましたけどね僕は、はい、結構そう、竹島体験館って日本にないからね、そういう。そうですね、うん、そうですね、やっぱり、はい、あのやっぱ日本のその何ですかね、これ知ろうとか、うん、あのこういうことがあるってことを知ろうっていう、うん、あの意識はやっぱり日本より韓国の方があのこういうことを知ろうっていうことを知りたいとか知ろうっていうのがやっぱ大きいんですかね、あの日本よりも韓国の方がやっぱりそういうのは意識が高いのかなっていうふうにはちょっと感じました ね、そういうものがあるっていうことで、そういうもうそこの時点でもうなんかこう、まだ俺たち日本人ってこういろいろ竹島について論議する以前の問題で、まずそうですね何も知らないもんって、はい、まあそのそうですよね、事実、その韓国やってることが本当に事実かわからないですけど、うん、何でしょうかね、その論議するための、そうそう、情報がないからね、はい、何もね、
土台みたいなのがあるのかもしれないですね。 それについてニュースで竹島についてどう思いますかって言われて、いや竹島、うん、そうですね島ですかね、はい、とかそんなのになっちゃうからね。分かんないですよね。そうそう、全然僕も特に詳しく勉強してるわけじゃないので、そこまでなのでそんなに詳しいことは分からないですけど、うん、そうですね、確か日本だとその議論をするまでのそのなんですかね、知識がないですよね。知識ないですね。で、待ってこれは何でしょう、はい、さっきの楽しいのとは打って変わって変わってこれは発表ですね。遊びに行ったわけじゃなかったので、はい、ちゃんと日本のことを、まあ主に新潟ですね、新潟の良さを発表して、中国の人に、はい、中国の学生、これ300人ぐらいの前でやってるんですけど、新潟の良さを、新潟で結構なので、より多くの人に新潟大学に留学してきてほしいってことで、僕たちが新潟の良さについて発表して、新潟ってこういいとこだよって発表して、できるだけ多くの学生に新潟に来てもらいたいっていう。どんな感じでしょう、交換職だった、やってみて。そうですね、僕たちの意外と好評でして、何言ったの、新潟って言ったら、はい、何、ふるさと村、ふるさと村を一応出したところもありましたけど、僕はパートは温泉について、うんうんうん、新潟やっぱ温泉地多いんで、はいはいはい、新潟に来ると温泉入れるよみたいな、いいよみたいな感じで発表しました、ね、お温泉入りたいみたいな、なんかおおってなって、まあ、一番おおってなったのは花火でしたけどね、やっぱり花火の紹介の時に、花火とか長岡花火とかですかね、やっぱ花火のところはおおってなってましたけど、いやそんな、おっとっとこれは料理の写真だな、何ですか。そうですね、これは、はい、まさに宴会の、中国での宴会の写真ですね。中国流宴会、はい、噂のくるくる回る、あ、そうですね、テーブルと、はい、真ん中の火山みたいなのは何でしょう、タジン鍋、これはしゃぶしゃぶ、しゃぶしゃぶ、おーですね、あー美味しそうだな、はい、いろいろやっぱあっちの料理ってすごいバーって出るんだね。そうですね、いっぱい出てましたね。でもやっぱり先生方いらっしゃるのですごい豪華なんですよ、やっぱり先生方も食べられる、召し上がるので、うんうんうん、そうなんですよね。中国の料理でそこでうまかったってのってある？そうですね、一番名前とか分かるので言うと、うん、北京ダック、北京ダック美味しかったですね。北京ダックって俺食べたことないんだけどさ、はい、あれは皮を食べるんでしょみたいなんですけど、うん、僕が行ったところは、うん、なんか肉もちょっとついてて、なんか美味しかったですよ。うん、またこれは随分と楽しそうな、はい、なんでしょう、これ学科の先輩と同期とお酒を楽しく飲んでるところですね。あ、じゃあもう日本だね。これはそうですね、これ2年生の時ですかね。もうここら辺、新潟大学周辺の、はい、僕がよく使っているアメリカンダイニングバー、ビーフリー。ビーフリー、はい、皆さんご存知、ビーフリーで、ビーフリーいいところなんでぜひ使ってください。はい、ビーフリーって何いや安いの？ビーフリー、そうですね、まあ値段設定はここら辺あんま変わらないんじゃないですかねって思いますけど、まあここに来れば戸田君に会えると。そうですね、僕大体は最近いないんですけど、まあ週1、2、3でいるかもしれない。結構いる。お酒好きなんだ。お酒さえ、ちょっとお酒趣味が、お酒趣味飲むことみたいな。お酒が趣味なの？それろくな大人にならねえから。いやいや大丈夫か。いやでもまあ適度に、まあ適度に、どういう、もうじゃあビールから、そうです、お酒、日本酒、ウイスキー全部ガンガンいけちゃうんだ。そうですね、基本的にはまあ全部飲めるっちゃ飲めるんですけど、まあちょっとウイスキー最近ダメだなっていう。おお、それはまた何ですか、なんかお酒の失敗からみたいな。そうですね、ウイスキーで失敗しちゃうと
はあんまないんですけど、うん、なんですかね、1年生の時はちょいちょい飲んでたんですよ、ウイスキー、うん、でもなんか匂いが最近ダメになってしまって飲んでないですね、それ以来。あ、じゃあ普段はそんなに酔わないんで、もうバンバン行っても大丈夫みたいなですね。あんまり潰れたこともないですし、記憶もなくなったことないですし。それいいね。俺よく記憶を失う方なんだね。あ、ですか。うん、そう、よく失って気づいたらうちの駅にいたすごいですね。気がついたら自転車こう倒れて起きた。道端でふっと起きた。ほう、何ですか。あ、それ危ないですね。あ、もちろん自転車には乗らずに、乗らずにこう横にこうなってたよ、うん、飲酒運転はしないけど。あ、なるほど。自転車に乗らずに倒れてたなるほど、そこはちゃんと弁解してもらえる、うん、そこはね、あの、あ、そういう危険な行為はダメだからね、うん、飲酒運転とかも乗ってるのかだよね。そっかそっか。じゃあもう一平こと酒飲んでるって、もうじゃあ宴会部長みたいな、そんな立ち位置になるのかな、もう立場的に。そうですね、僕はもうサークルでの役職が今宴会部長みたいな立場ですね。ジョイフリーで、ジョイフリーで、ジョイフリーで、もうみんながこうアクセクこう頑張ってワークショップやらいろいろの企画をしている中、自分はもう次は何の飲み会でしょうか。そうですね、飲み会、まあワークショップがあって、まあワークショップもいいんですよ、やっぱりいいんですけど、うん、やっぱりその後の打ち上げのことがちょっとメインに考えるみたいなまあでもそれ大事だけどね、やっぱりなんかこう働いた後はまあそういうのやりたいからね、そういう人は大事だよ、はい、うん、もうぜひぜひそれは続けててくれよ。そういうのあるからもうみんな集まるしね、そう、面白いみたいな。そうですね、まあ、ただただ失敗だけは、はい、まあ大丈夫だろうけどね、はい、しないようにお願いします、はい、頑張ります。はい、というわけでこういろいろねこう話を聞けたわけですが、戸田くんの人となりはなんとなくもう分かってきたんじゃないかなと思います。お酒が好きで、お酒が好きな、大学生ということで、これからね、なんかこうもう今3年生、まあ、実質4年生、実質4年生なんですけど、まあ3年生みたいなんです。3年生で留学1年間してたから、まあ今、はい、3年実質3年生みたいな立ち位置だけど、じゃあもう、はい、去年の12月から就活が始まっておりますよね。そうですね、就活が始まってます。どうですか、どうですか、就活。そうですね、はい、大変ですね。大変ですね。はい、あの僕東京で結構やってて、うんうんうん、あの2週間に1回ぐらい、2週間に1回バスで行ってます、結構じゃあハードだね。そうですね、行って帰ってこっちで勉強してまたあっち行って。そうです。もうそれは何、今だと豪雪とかにいっぱい出てるのか。いや、豪雪はもう全然行ってなくて、うん、もう企業 の、 あの単独の説明会だったりとか、あとはそうですね、選考 もう始まってるところ、早いところ始まってるんで、選考もう行ってますね。お、あ、じゃあもうなんかある程度こういう仕事をしたいみたいなのはもう道が見えてて、じゃあそこに向けてその会社を受けてる。いやー、そうですね、そこまですごい絞れてはいないんですけど、うん、まあ全体的には道筋的にはできてるかもしれないんですけど、うん、まあ、まだやっぱり興味があるところが結構多いので、うんうんうん、そうですね、興味持ったところの説明会を入れていくとか、選考受けに行くって感じですね。そんなにすごい子だみたいなのは決めてないですね。まあそれでもいろいろ受けてたらすごいいいよね。そうですね。ちなみに今どういう関係だとか言える？でも大丈夫？そうですね、うん、メーカー、メーカー行った方がいい、メーカーですかね。お酒のお酒のメーカー受けてないですね。お酒の受けてない、ね、受けてないんですよ。そこが薬とか、あー、薬受けてないですね
お酒メーカーわけじゃないんですけど、あれメーカーじゃないのかな、あなんか精密機械の作ってたりとか、うん、そういう関係の場所を結構そこが多いですかね。今まで勉強していることとなんか違う感じがするか、障害ネットワーク、まあそこあたり、そうですね、結構違うんですけど、うん、あのそうですね、海外にあの拠点があったりとかするところが多くて、そういう分野だと、あ、海外なんで海外で働きたいなっていうのもあったり、うん、あとはそうですね、あの新しいことに挑戦してみたいっていう、はいはいはい、そんな感じですか、ね、いいっすね、その挑戦チャレンジ精神ね、チャレンジ、結構話聞くとこうアクティブだよね、あの韓国に1年間行った時も、はい、そこで勉強するのじゃ飽き足らず自分からワークショップにいろいろ行くとか、はい、そう、まあ今回もどんどん東京に出て自分が興味持ったところにボンボン行ってるとか、はい、すごいね、あれどこからそのパワーが来るそうですね、酒なのか酒もあるかもしれないですけどね、まあ、好奇心が旺盛なんじゃないですかね、なんかいろんなことに興味が湧いてしまうんですかね、ですね、それはすごい大事だと思うし、こう社会に出てからもそういう考え持ってる人間はどんどん伸びていくと思います、っていうか僕もそんな言える立場ではまだないのですが、はい、羨ましい限りでございます。いやいやいや、そっかそっか、ただまあ体は壊さんように、ね、ありがとうございます、うん、結構そういう人ボンボン体壊してるのは見てきたからね、そうですね、僕もちょっと、そうそうそう、もうちょっと喉痛いんですけど、ちょっと最近風邪気味で、それはあの焼け酒で、いや、 いやそれは多分、うーん、ちなみに昨日飲んできた、昨日は飲んできたな、それでしょ、大量に、あ、大量に、ちょっとそれもあるかもしれないですね、あ、多分それが大体だね、昨日めちゃくちゃ飲みました今日収録があるのにもかかわらず、はい、ちょっとすいませんいやいいよいいよ飲んでしまいました。いやもういいと思います、それぐらいの気持ちで来ていただいた方が楽だと思います、はい、でも最後にね、はい、こう言っておきたいっていうか、これからの、はい、じゃあ就職活動やまあに向けてこうビシッと、はい、俺こんな人間みたいな、よろしくみたいな、マジですかそんなかっこよく、これがあの会社の面接でございます。うわ、ちょっとその設定はちょっと やめてほしいな。向こう側にはもう面接官を見て、おあいつはどういう人間なんだ、おう、もう戸田誰だ、戸田もう酒かみたいな、そういうあれの状況でこうビシッと俺はこういう、俺こういうことして、はい、どうぞ、あ、ちょっと考える、ちょっとそうですね、ちょっとそんなビシッと言えるかわかんないですけど、いやでも大事だよ、急に何言われるかわからないからね、面接とか本当意表をつかれることを言われてきて、うわめなマジあるから、はい、それのパッとこう反応できるのは今のうちに養っておいた方がいいと思います。はい、はい、というわけでもう考えがまとまったということで、はい、じゃあ最後にそうですね、わかりました、就活に向けて、はい、どうぞ、はい、まあ、就活ということで、あのみんな自分をよく見せたいと思うんですけど、やっぱ僕は自分らしさみたいな、僕はこのスタイルであのやって、あのいい印象を与えていきたいなと思います。頑張ります。はい、ありがとうございます。その自分らしさというね、そのアクティブなね、はい、この好奇心旺盛、何でもこうどん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 自分から興味持ったことには突っ込んでいく、すごい大事だと思います、はい、僕も見習いたいぐらいです。あ、すいません、ありがとうございます。もうそれぐらいで頑張ってください、もうこれから頑張ります。まだ一次試験とかか、そうですね、一次試験があったり、うん、まあ、まだないと思います、まあ、説明会、はい、じゃこれから多分どんどん大変になってくるだろうけれど、はい、あんまり胃腸は弱らせないように気をつけて頑張ってください。お酒控えめで頑張ります、はい、というわけで、本日、ゲストは、戸田さん、戸田良平さんというわけなんですが、
今度ですね、あの次回のゲストご紹介願いたいなと思うのですが、はい、次回はどうぞ。次回は、小川隆弘さん、小川隆弘さんという方をあのお呼びしたいと思います。その小川隆弘さんは、はい、戸田君とはどういうご関係で？そうですね、あの学科の、あの先輩で、学科の先輩で、はい、っていうと今4年生今4年生ですね、はい、絶賛就活中。いや、もう終わった終わった。じゃあ次回は小川さんで、はいはい、はい、というわけで、新潟フォンデリングこれで終わりたいと思います。バイバイ。